アーバンドックパーク式とヨスは東京都江東区とヨスにある超高層マンション A 棟が区内で最も高い建築物となっているタワーである A 棟、B 棟と低層板状の C 棟及びアネックスから構成され IHI と三井不動産レジデンシャルが開発、分譲に当たった1988年に東京都が臨海副都心構層で春見大橋の建設を 決定すると、ここにあった造船所でイージス艦も建造してきた IHI は、建造船の荷出しができなくなるため、再開発の検討を始める。バブル崩壊の影響で一時頓挫したが、2001年に都がちづくり方針を打ち出すと、IHI が行う再開発の中心となる、豊にから三丁目地区再開発区計画が決定。 水と緑の新都心へと変貌させ、利益の柱に据えることを暗黙とする再開発がスタートする。アーバンドックパークシティとヨスは約50ヘクタールに及ぶ3、学、10、U、小が一体となった大規模再開発の一環で建設され、ルミ運河に面した7街区に位置する。倉庫数は1481個で IC カードによる個人認証システム、 各10個に至るまでの4回のチェックを行う4、タイムズチェックシステムを構築。全十個メガバイト、PS を十個内に配置しない SI 住宅とすることで実に420タイプもの、豊富な十個プランバリエーションを提供した。外交空間のほとんどの部分である、公共用空地を入居者、来訪者が回遊し、安らぐことのできる緑豊かな空間とした。 入居者用駐車場はすべて地下に置き、地上部は歩行者が安全かつ快適に過ごせる空間とした。自走式駐車場棟の屋上は、緑地とデッキの織りなす屋上庭園とし、入居者専用のアメニティとなっている。また、六外区に建てられたララポートとヨスとは、地下連絡通路でつながっている。外観デザインは、自然の印象をテーマに、柔らかく膨らんだ白い外壁。 その背景となって、白と爽やかな対比を生み出すライトグリーンとサーモンベージュを貴重に構成している。CM には、黒き瞳を起用して、高級感あふれるイメージで2007年5月に販売開始したところ、約1万4000組が押し寄せ、営業担当者が悲鳴を上げたという。吹き抜き空間を持つセンターボイド型重刀で、北側にスリットを設けることで、吹き抜きには、 光が入り込むようにした。吹き抜きを囲む共用廊下は長くなるが、コア分散の配置により、避難所安全で、かつ居住者へのエレベーターのサービス性能を高めた。中廊下形式としながら、エレベーターホールを外部に面することで、長望を享受できるようにした。春見通り沿いに位置し、住宅、保育所、クリニックのコンプレックスである。 上高層建物による圧迫感を緩和しがいに活気と賑わいを与えている。タワー A とタワー B の間で地上に浮かび、プールやゲストルームがある。市外区には先行して、1992年に NTT データ本社が入ると洲センタービルが、竣工し、2006年8月には隣接して、豊洲センタービルアネックスが完成。NTT データは、 首都圏に分散していたオフィスを集約した。同年4月には5外区に IHI の本社機能が入る豊洲、IHI ビルも竣工している。3から1外区には、マルハニチル本社などが入る豊洲フロント、3から2外区に豊洲フォレシア、3から3外区に第一生命豊洲本社などが入る豊洲キュービックガーデンが建てられた。9から2および8から4外区にシティタワーズ豊洲、 8の3街区にザ・トヨス・タワーが立地。8から2街区 A には、大和リビングが、UR 都市機構から敷地を定期借地し、ロイヤル・パークス・トヨスを賃貸経営するほか、8から2街区 B にトヨス・レジデンスが立地する。IHI が、ものづくりの縁で誘致を働きかけ、2006年4月、8から1街区に、芝浦工業大学が、トヨスキャンパスを開設したほか、 ファミリー世帯が多く移り住むことを前提に、高等区に用地を提供し、2007年4月に、豊洲北小学校が開校している。6外区にアーバンドクラ・ラポート豊洲、9の1外区にスーパーアビバホーム豊洲が進出。暫定利用の4から2外区にあったアニベルセル豊洲は2021年3月末で営業を終え、後地に三菱地所と IHI が、 大型オフィスを開発する。ありがとうございます。